第5400m16 頭で争われます。なお5番のアイムキング柴田義富騎手から藤沢コンカレッシュに乗り換わりとなっています。向こう正面からのスタートです。脇入りが順調に進んでいきます。16頭全馬強化デビュー戦です。偶数番号の各馬4番ヘペウステソウロ、2番クロムディスタンスが少し躊躇を見せます。促されて2番ゲート少し後ろに下がりますが、ファリンが促します。2番クロムディスタンス2番ゲートへ今収まりました。枠にはあと1頭16番サーフサンゴが向かいます。サーフサンゴゆっくりとゲートに近づいて収まりました。前後ゲートの中スタートしました。トップビビット少し立ち遅れ、9番の茂木平栗も後方からです。さあ先頭争い、まずは5番のアイキングが飛び出して内から2番のクロムディスタンスが迫っていきます。さらには6番のブリエベールが外から並んでいます。先頭を追っていきます。さらにその2は14番クレステッチブート今3番手に上がった。2番のクロムディスタンスは4番手に控えて1馬身差、10番のホワイトクロー内から飛ばす3番のコーネージ、1馬身内から1番のトップビビットがいて、それには16番サースカウント間に4番ケケルセデソール3頭が固まって3頭がカーブ、1馬身差その後ろ8番ゴーフツタミは10番口、ここには12番のルームルーク、それから2馬身10番スイートショコ、相手から11番のアッシュゲージ、17番のベイトンデソールの追走、各馬4コーナーのカーブへと入っていきます。そしてその後方ですが2馬身との相手、内から11番のアッシュゲイルがいて、最後方、追走が13番のバーキー、4コーナーのカーブ、これから直線コースへと入っていきます。さあ、先頭5番のアイルキング、外から7、6番のブリエベール、さらにその外から14番のフェスティブグッドが迫ってくる、その直後から、外から10番のホワイトクロームを押し上げていった、さらにそこから1番のトップビビットが上がってくる、その内から忘れた1番のクロムディスタンスの追い上げ体制、さあ、味方のは10番のホワイトクロー、外から1番のトップビビット、その上で確定までお待ちください。